まあ、どういう戦術で変えるかですね。張本の内側を持った女性が、ね、姉さん、ね、しっかり動画写真か写真、うん、なねえファンなんでしょうね。顔ありますね。顔がしっかり一眼レフを抱えてる女性もいますよ。シュルヤ張本智和、うん、星のグッズありましたね、うん、いや浜田は、ね、勢いあったのでちょっとここで、ね、どうにか1ゲーム取りたいところですよね。そうですね。今日第2マッチから、琉球ペースが続いているので、うん、まずは1ゲーム、そうですね、流れを変えたいですよね、はい。でも浜田選手積極的に狙っているからいいですよ。十分チャンスあると思います、はい、張本のサービスバックハンドストレート狙ったのが良かったですね。回り込んで連続強打、うまい、素晴らしい、はい、まあ、今のも1個前のも1本もブロックしてないですよね、はい、打たれても積極的にカウンター仕掛けているので素晴らしいです。今のも張本選手ミスしてしまいましたけど、はい、フォアハンドで狙ってました、うん、もう今のとの作戦をもう全部攻めるみたいな、うん、ものを感じますね。これも乗り込んだ、素晴らしい。今ちょっとネットインでしたけど、ね、はい、回り込んでストレートに、はい、はい、もうブロックゼロですね、はい、全部カウンターしてます。素晴らしい、レシーブからよく取りました、はい、今のはミドルに丁寧に打ちましたね。うん、連続得点。今のところ浜田選手の作戦がもうノーミスで決まってますね、はい、それにさすがに張本選手押されていると思います、うん、まあ、張本選手ここからじわじわ行くのか、まあ、もう次のゲーム考えるのかどっちか、まだ今の入んなかったらちょっと次の展開も考えるかもしれないですね、はい、このゲームは仕方ないと、うん、もう完全に流れが浜田ですね、はい、YG サーブしっかりドライブで決めてきました張本です。今言った YG サーブっていうのはアルファベットの Y と G です、はい、この内側から外側にスイングしてサイドスピンをかけるサーブになります、はい、手首を折りたたんだ状態からこう伸ばした状態にすることでサイドスピンをかけていくサービス、はい、今出した浜田選手、これもサイドスピン気味なんですけど、これは右に曲がるサーブになります、はい、よく取った、うん、で YG サーブは逆、うん、それと逆の回転を出します。逆というのは右に曲がるんじゃなくて左に曲がるようなサーブ、はい、ボールの軌道が左に曲がっていくってことですね、はい、浜田選手今工夫してますよね、うん、今サーブ出すところもこのバックのサイドギリギリに出しました、はい、まあ、非常に工夫してます。フォア前、うん、しっかり取っていきます。もう一歩も休まないですね。そうですね、はい、もう攻めて攻めて、はい、もう一歩をMC も言ってますけど、はい、もう一歩を欠かせぬ連続攻撃、それがもうほとんど入ってます。素晴らしいですね、フットワークがすごくいいですね、うん、浜田ゲームポイントを迎えました。頑張れ、
最後はオーバー。第2ゲームは 11-3 で浜田が取りました。ゲームカウント1対1となりました。森井さん、第1ゲームと全然違いましたね。浜田選手がより積極的に仕掛け続けた、はい、でしかもそれが入り続けた、はい、でさすがの張本選手もちょっと対応しきれなかったっていうゲームでしたね。はい、